ユニバック1103ユニバック1103またはエラ1103はユニバック1101の後継コンピュータである九百五十三年十月エンジニアリングリサーチアソシエーツの設計のもとにレミントンランド社が製造したシーモア・クレイが設計した最初のコンピュータであるアトラスが完成する以前から海軍はエンジニアリングリサーチアソシエーツにさらに高性能な 暗号解読用マシンの設計を依頼した。プロジェクト名はタスク29、コンピュータ名はアトラス2とされた。1952年、エラは NSA の前身であるアームドフォーセスセキュリティエージェンシーからアトラス2の商用化の承認を願い出た。特別な命令をいくつか削除するという条件で許可が得られた。この商用バージョンがユニバク1103となった。 機密保持のため、レミントンランド経営陣にはこのマシンの来歴を知らせなかったという。レミントンランドは1953年2月にユニバク1103を発表した。科学技術計算市場で IBM701 と競合した。1954年はじめ、アメリカ統合参謀本部の委員会が数値予報プロジェクトでどちらを採用するか判断するため、比較評価を要求した。 評価してみると、両者の計算性能は、ほぼ同等であり、IBM の方が、入出力装置が高性能だったため満場一致で、IBM が選ばれた。後継機種ユニバク 1103A は、不安定なウィリアムス管メモリを、次期コアメモリに置き換え、不動小数点演算命令をハードウェアに追加し、割り込み機構を備えている。ユニバク1103は1024ビットの、 ウィリアムスカンメモリを36本使用しており、1024ワード36ビットのラムを備えている。36本のウィリアムスカンはそれぞれ直径5インチであったという。また次期ドラムメモリは16,384ワードの容量を持つ。この静電メモリとドラムメモリには直接アドレスが振られている。アドレスからは、 静電メモリが配置され、040000から077777には、次期ドラムメモリが配置されている。固定小数点数は1ビットの符号と35ビットの値からなり、不数は1の補数形式で表現する。命令は6ビットの命令コードと15ビットのオペランドアドレスからなる。プログラミング言語としてはいくつかのアセンブラと、いくつかの不動小数点変換システムがあった。 後継のユニバック 1103A は1956年3月に登場した。最大の変更点は次期コアメモリの採用と割り込み機能の追加である。次期コアメモリは最大12,288ワード36ビットを搭載可能で4,096ワード3バンク構成となっている。固定小数点数は1ビットの符号と35ビットの値からなり、 負数は1の補数形式で表現する。不動小数点数は1ビットの符号、8ビットの指数、27ビットの仮数からなる。命令は6ビットの命令コードと15ビットのオペランドアドレスからなる。1103A は IBM704 と競合した。どちらも真空管による論理回路、磁気コアメモリ、不動小数点数のハードウェアサポートとなっている。 ユニバク1104はボマークミサイルプログラムで使用するために1957年にウェスティングハウスエレクトリック用に構築されたユニバク1103の30ビット版である。しかし1960年代にボマークが展開されるよりも前により新しいコンピューターにより置き換えられた。ありがとうございます。